格闘技界の主役が帰ってくる。実に553日ぶり。元気ですか？ミルコ・クロコップ。この7年間、格闘技界の中心にはいつもこの男がいた。日本ではもうほとんどのことを成し遂げたミルコが、新格闘技ドリーム誕生に合わせ颯爽と復活。またあのハイキックがこの国を沸かす。Some kind of a crisis in the last two fights, and actually right after Grand Prix, and I was even thinking to quit fighting, you know, because I fulfilled my dream. I took pride belt, but now I'm hungry to fight again, just like the old days. Dream is okay. Sounds good. 無謀だっていう声に対してはやってみなきゃ分かんないよっていうことを言いたいですね。平成の怪物君。水野達也は日本未来の重量級エース。古いファイターたちはミルコを恐れ、ミルコに敗れてきた。新しき世代は大きな壁を越えられるか。無謀だよって言ってるお客さんに、あ、こいつやるよ、すげえよっていうのを見てもらえたらなと思います。帰ってきたミルコの首を狙う男たち。皇帝ヒョードルへの道、地獄のドリームロードへ、いざ。I want to prove that I'm Dream One Super Fight Mirko Kroka vs. Tatsuya Mizuno。 赤コーナーよりミルコ・クロコップ選手の入場です。夢でも幻でもなく、正真正銘のあのミルコ・クロコップが帰ってきました。日本に、そしてここ埼玉スーパーアリーナにミルコ・クロコップが帰ってきました。553日ぶりの日本、553日ぶりの埼玉です。涙に濡れたあのグランプリ決勝戦、そこから数えて553日、正真正銘ミルコ・クロコップ帰ってきました。おかえりミルコ。定番プライド、そしてドリームへ、ミルコの夢、そしてファンがミルコに見る夢、今夜ここ埼玉から再び始まる夢の第三章、ミルコ・クロコップ。ミルコが初めて見た夢はオランダの名門道場着陸で見た夢、ジムの廊下で寝袋にくるまりながらチャンピオンを見た夢見た日々、初夢の第一章は K-1 のリング、勝てそうで勝てなかった、届きそうで届かなかったチャンピオンのベルト、無冠の帝王と呼ばれたプライド時代、ヒョードル・ノゲイラとしのぎを削り、ついに。この番組はパチンコパチスロメーカー平和とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ミルコ再び帰ってきたドリームの舞台。188cm 101kg ミルコ。ミルコ夢の第3章はドリームの舞台、ミルコ・クロコップ帰ってきました。いよいよドリーム1スペシャルマッチが行われます。ワンマッチルール、1ラウンドが10分、2ラウンド5分、延長はありません。ミルコ・クロコップが553日ぶりにこの日本に帰ってきました。最強を目指してのミルコの戦いが今日ここからドリームの舞台で始まります。さあミルコと水野、キャリア6戦の男水野が前に行く。まずは左のローキック、ミルコが帰ってきました。解説は世界の TK 高坂剛さん、そして須藤元気さん、ゲスト解説が山本キット範文さん、ナビゲーターは井上若さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあまず高坂さん、はい、まず水野がですね、まあ、自分で無謀というのは分かっているということなんですが、はい、手を挙げてミルコに挑みましたね。そうですね、その勇気を変えたいですよね、はい、もうミルコというのはもうそれだけではもう実力の選手って分かってますからね、実力だけじゃなくて強いんですよね、はい、左
身長が水野が186センチ、ミルコ188センチ。昨日会見で顔を合わせた時はそれほど大きいとは思わなかったと水野は話していました。お膝、右の膝です。ローキック、とにかく水野は前に出て相手の距離を潰したい。左左のパンチ、右のキック、さあパウンド落としていく、左の拳、あっという間、おかえりミルコ。ミルコはさらに強くなって日本に帰ってきた。水野達也何もできず、しかしそれがミルコの強さ。ゲスト解説は山本千人文さんです、はい、まあ早かったですね、やっぱりね、早かった、ミルコの印象を伊藤さん、はい、どう見ましたか。組んだ時の、組みながらのローとかもうまいなみたいな、そしてこの左右のパンチ、左ハイキックを使うまでもなく水野達也を葬りました。いや若さん、はい、まあ、ミルコですよ、やっぱりやっぱさすがという感じが。